きなちゃんという女の子が住んでいました。さきなちゃんは病気のおじいさんのお世話をしながら暮らしています。さきなちゃんは時々川を見に行きます。そして川から元気をもらっています。ある時川のほとりで涙を流していましたら、王様の家に行く途中のジュレック王子と出会いました。ジュレック王子は水の国の住人です。急いでいましたが、さきなちゃんが心配になりお話を聞きました。そして助けたくなったのでした。二人はお互いに惹かれ合い、一緒に暮らせるといいなと思うようになりました。ところが何でも邪魔をしたくなる悪い魔法使いが出てきて、二人が結婚式をしようと思った教会の鐘を壊してしまいました。ズドガクドーンバン、ズドガクドーンバン。それを見ていた太陽みたいな魔法使いがやってきて、やれやれ困ったもんだ、助けてあげよう、さあキラキラリーン、キラキラリーン。おかげで無事に結婚式を挙げられることになりました。結婚式には水の国の王様もお妃様も、それから病気のおじいさんも出席して楽しい宴となりました。魚たちも祝福する中、幸せな時間はゆっくり過ぎていくのでした。